東京ドームには大観衆が詰めかけています。読売ジャイアンツ対広島東洋カープの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ。さあ最終回、1点もやれない場面での登板となりました。ジャイアンツの守護神デラロサ、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。バッターボックスは2番菊池、先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。いやー、さっきは勝負どころで打たれてしまいましたよね。はい、今度は抑えないといけませんよね。打ちました、これはどうか、伸びる、レフト線破りました、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですからね、丁寧に攻めてほしい。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、バックホームする、ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。まあ嫌なバッターが続きますけど、集中を切らさずにいってほしいですよね。さあなおもピンチの場面、まあここをしっかり抑えて味方の勝ち越しを呼び込みたいですよね。なるほど、そうですよね、はい、三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで進みました。カープ勝ち越しました。6対5になりました。ジャイアンツさらに三塁二塁。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。今日はピッチャーが崩れてしまったのが一番の敗因でした。手は尽くしてみたのですが、後手後手になってしまったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。